子猫は瀕死の状態で泣き叫び、ここから脱出するために人々の助けを切望していた。道路の隙間にいる子猫は不安そうに通行人の指をはたき、その目はここから逃げ出そうと期待している。このかわいそうな猫は誤って狭い下水道の隙間に閉じ込められ、抜け出すのに苦労していた。前は暖かい場所で暮らしていたのに、今はこの冷たい下水道で必死に生きていかなければならない。この瞬間も暖かい環境に戻れるよう助けてくれる人との出会いを心待ちにしています。しかし歩行者はみんな急いでいて、この子を助けるために立ち止まろうとする人はほとんどいなかった。子猫は絶望と無力感で人々を見上げ、誰かが遊んでくれたらどんなに素晴らしいだろうと想像したが、現実はとても残酷で、誰も立ち止まって彼と一緒に時間を過ごそうとはしなかった。しかし、運命はいつも驚きをもたらしてくれるものです。ある日、思いがけないことが起こった。突然に上から水が流れ込んで、それから美味しそうなキャットフードが降ってきた。これは授業が終わってここに来た子供たちがしたことです。子猫は待望の声を聞いたかのように興奮して、まるでずっとここで待っていたよと言わんばかりに、大きな声でニャーと鳴き、その声には高揚感とほのかな悲しみが混じっているようだった。突然、下水道の蓋が開けられ、子猫の胸に希望が芽生えた。誰かが助けに来てくれるのだろうか。それは子猫によく餌を与えていた生徒たちに他ならなかった。子猫が隙間から顔を出すのが待ちきれず、路面にいる子供たちは微笑みながら、幸いに子猫はまだそこにいると言った。子猫にこのスペシャルな食事を楽しめさせるように、彼らは再びに水を注ぎ、キャットフードを投げ出した。餌をやるたびに子猫としばらく遊んでいた。子猫は長い間食事をしていなかったため、この瞬間、猫の心は深い感情に触れ、涙を流さずにはいられなかった。賑やかな大都市の中心にあるこの下水道は、毎日絶え間なく行き交う歩行者がいるが、この場所に注意を払おうとする人がほとんどいない。でもこの無力な子猫は一体どうやって、自力では脱出できない窮地に陥ったのだろうか。二人の学生の他にもう一人の心優しい男がいて、彼は困難にもめげず、毎日仕事が終わると狭い隙間に手を入れて、子猫に餌をやりながら少しの間一緒に遊んでいた。彼は10日以上も子猫を見守り続け、仕事に支障をきたしても子猫の世話を続けることに変わりはなかった。獣医の話によると子猫の頭は隙間よりも大きく、逃げることは不可能だが、下水道は一般的にはつながっているので、別の出口を見つけて、子猫を解放することができることが分かった。獣医はその後動物救助隊員に連絡して、小型カメラで観察していたところ、レスキュー隊員は子猫の近くに出口を見つけ、丸いマンホールの蓋の下に通じていて、子猫を救出するのは難しくなさそうでした。完全装備のレスキュー隊員2人は下水道の入り口に到着し、救助計画を立て始めた。子猫を穴の中に誘導して、もう一方の下水道から救出する計画だった。救助隊員たちは捕獲用の網を設置し始め、一人の勇敢な男が下水道に足を踏み入れ、子猫を穴の方に誘導しながら隙間の反対側をせいだ。前に進む道がないことに気づくと、子猫は後ろを向いて引き返すしかなかった。いつも餌をやっていた子供たちが学校帰りにたまたま通りかかり、そのうちの一人も率先して救出作戦に加えた。みんなで道路を騒がせ、子猫を別のマンホールの蓋の下に誘導しようとしたが、突然興奮した子猫は前のパイプと同じようなものに迷い込んでしまい、幸い救助隊はすぐに子猫の居場所を見つけた。子猫はおとなしく、見知らぬ人に過剰に反応することはなかったが、強烈な光と音に明らかに恐怖を感じて、穴の中に隠れて出てこようとしなかった。どうすれば子猫が自発的に穴から出てきてくれるのか、誰もが頭を悩ませた。ちょうどその時子猫によく餌を与えていた男性がやってきたが、怖がらないで助けに来たんだよとパイプの中に呼びかけた。驚いたことにこの言葉に対してパイプの中の子猫からの反応が出てきた。男性は中肉中背でパイプの中に簡単に入ることができ、彼がさらなる救出作戦を開始しようとすると、雰囲気はますます緊迫してきた。彼が子猫に落ち着かせ、暗い地下の世界から安全に連れ出すことに成功するのを誰もが心待ちにしていた。子供たちは子猫の周りで楽しそうに遊んでいて、待ちに待ったその瞬間、観客はついに子猫が無事に救出されるのを目撃した。
その瞬間誰もが深く感動され、大きな安堵と喜びで胸がいっぱいになった。男は解放された子猫を温かい笑顔で見つめ、そっと手を伸ばして子猫の柔らかい毛を優しく撫でた。かわいそうな子猫を見て彼はこの子を飼うことを決め、大切に育てると約束した。それ以降子猫はのびのびと暮らして、超大きなトイレとたくさんのおもちゃを持った。このことは動物に対する人間の愛と優しさを示すだけでなく、勇気と友情の力を私たちに伝えてくれた。この温かく感動的な物語がより多くの人々に動物を大切にし、周りのすべての命に希望の火を灯すために一緒に頑張りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。